up next time. 健康な毎日は除菌から。あんまりやるとね、溶けちゃうから。私が、私の存在がね、もう菌に近いから。これはあれですよ。あの、これ次亜塩素酸って書いてあるんですけど、私、実はね、この間、コロナに関するね、動画を出させてもらった時に、うちのお店で次亜塩素酸を置いてるっていうふうにね、お流ししたら、まあ、たくさんね、あの、いただいたんですよ、メールとかをね。で、その中の一つに、次亜塩素酸は、すごい手が荒れちゃうから、使わない方がいいですよと。手元にないんですけど、ディフェンドウォーターっていうのを、除湿機、加湿器に入れて、こっちに次亜塩素酸を入れてたんですけど、逆にしました。これ今、書いてありますけど、もう中身はディフェンドウォーターです。で、加湿器の方を、次亜塩素酸にね、させてもらいました。だからこれは、あの、グレープフルーツ由来の成分なんで、むしろね、私若返りますから。私みたいなね、意識が高くて、おしゃれな男にはね。最近はあの、おしゃれっていう言葉がトレンドらしいじゃないですか。ね。あの、インスタグラマーでしょ？インスタグラマーで、何？あの、コーヒーとかを入れるんでしょ？コーヒーとかをね、自分もちろん、カリ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 って。もちろん引いてね。手で入れるんでしょ？ドリップでね。ちょー言うてね。この音が一番落ち着くなみたいな。私はそういうおしゃれな男ですから。除菌もバッチリ。ね、皆さんこんにちは。ガガの高橋です。今日はですね、ご質問にまたお答えしていくんですけども、ちょっといただいたご質問が結構前になるので、もうすでにね、買ってらっしゃったりするかなと思うんですけど、まあ、このようなご質問とかも多くいただくものでもあるのでお答えしていきたいなと思うんですが、充電器ね、充電器、ご質問の内容はですね、まあ、要は初心者さんとか、まあ、お友達だったかなが、最近ラジコンカーを始めましたと。付属してきたものですと、例えばタミヤの XB とかですと、まあ、このぐらいのね、充電器がついてて、今でもあれ5、6時間で終わるのかな。私たち昔ね、ちっちゃい時はあの丸1日させてましたけどね。なんかもう走り終わったらさしておいて、次もう下手すると次の日の朝抜くか、次の日また学校から帰ってくるまでさしておくとか、なんかね、そのぐらい長く十何時間充電していた記憶がある。最近でもね、 XB についてくるやつも確か5時間ぐらいでいけるんじゃないかなと思うんですけど、最近ね、これだけ、まあ、時代も、私がその小学生の頃っていうと何年前、35年前とかですか。40年前、まあ、35、6年前ですよね。そのくらい時と比べるとだいぶいろいろ進歩してますから、まあ、急速充電器なんていうのはね、本当の高値の花でしたけど、まあ、それでもね、本当に安いものではないですけど、まあ、絶対に手の届かない高値の花ではなくなってきてますよね。バッテリー自体も進化してて、まあ、割と10年ぐらい前ですとね、まだニッケル水素とかニッケル系です。ニッケルカドミウム、ニッケルメタルハイドライドね。NIMH ね。とかは主流でしたが、最近はやはりもうリチウムに移行してきています。ただ、それでもね、さすがに本当の入門用ってなると、まだニッケル系のバッテリーがね、使われてますし、実際現実的に流通もまだありますよね。あの、本格的に、まあ、本格的じゃないにしても、もうちょっとさすがに、最初についてきたね、1200mAh とか 1500mAh のバッテリーでは、さすがにちょっと走行時間も短いし、まあ、じゃあバッテリーを買い足したい、ね。そしたら充電器も欲しいっていうお話になると思うんですね。じゃあ、そのままね、ニッケル系のバッテリーを追加しようかとか、なったとしますよね。ですが、そうニッケル系のバッテリーを充電しようと思うと、少しでも安いものを手に入れたいとして、
ニッケル系のバッテリーと、なるべく安いニッケル系の専用の充電器を、まあ、ご購入されたとします。まあ、それもね、まあ、いいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、最近はね、でも入門用の充電器であっても、もうニッケル系のものは、それとも私が取引あるね、ラジコンこのホビー模型業界で取引のあるメーカーさんとかですとね、まあ、ないことはないんですけど、もうほぼないか、もしくはもうメーカーさん持ってる在庫のものなんじゃないかなと思うんですよね。で、現実的にじゃあリチウム系に移行しようと思っても、やはりリチウムって危ないんじゃないのとかっていう思いって当然あると思います。で、扱い自体がやはりニッニッケル系と比べるとやはりちょっと注意点が必要だっていうことも事実ですよね。あとお値段もちょっと高い、ね、あと充電器に関してもやはりちょっと高いということになってしまうので、その最初の例えばエタミアの XB から、ね、もうちょっと突き進んだ、もうちょっと進んだバッテリーと充電器って選ぶってなっても、いきなりちょっとイメージよりも高いコストはポンとかかっちゃいますよね。例えばリチウム系で今最も安いものでもやっぱり1本3000円ぐらいしちゃうのかな、うん、あと充電器でも、まあ、市場でお安いものを探してもやはりリチウムに対応のものだと実はね3000円ぐらいからあったりするんですね、3000円から6000円ぐらいまであったりします。実際どのようにお勧めした方がいいですかってご質問だったんですけど、これ難しいですね。もうご予算が出せないなら仕方ないんですけど、出せるならですよ、なるべく安いねリチウム系の、まあ、例えばね、じゃあランチボックスなんかでその辺を気軽に遊びたい、公園とかね家の前なんかを気軽に動かしたいっていうんであれば、まあ、無理してリチウムのバッテリーを買うことはないと思いますし、流通してるねニッケル水素のバッテリーとかお安いものもありますからね、そういったものをご購入されて、実際でもニッケル系の充電器って今も安いのあるのかな。初心者の味方のイーグル模型さんのちょっとホームページを見てみますか。なるほど、そうですね、例えばね、まあ、お安くて性能が良いものを出すのに定評のあるイーグルさんであってもやはりもうねこれは過去のもう在庫、であったりしますし、定価的にも実は結構高かったりします。ここ難しいんですけど、少なくともこの現在のラジコン屋さんで流通しているものってなってくると、逆にニッケル系専用の充電器であってもそこそこ値段が高いということになります。で、私実際調べてないですけど、まあ、例えばね最近ですとネットでねアマゾンとかでですね、まあ、ニッケル用の充電器もあるかもしれないです。今本当調べてないんでわからないですけど、まあ、そういったものですね、またメーカーの保証とかないとは思いますけどいいんじゃないかなと思うんですが、それでもねおそらく、まあ、3000円とか多分しちゃうんじゃないかなと思うんですよね。これちょっと難しいところで、その公園のその辺で動かしたいユーザーさんと、もうちょっと一歩進みたいっていうところに、まあ、ちょっとだけ段差が、まあ、そんな高いものではないと思いますけど、ちょっとだけ高めの段差があると思うので、まあ、そこはかなり悩みどこですよね。まあ、本格的にもうちょっとね、ラジコン化増やしたり、ね、ちょっと友達と競争したいとかってなってくるぐらいになると、もう私断然ね、リチウム系のバッテリー、のお安いもの、リチウム系の充電器のお安いものっていうのを気持ちよくお勧めするんですけど、それに関してはちょっと私お答えが難しいかなと。で、ちなみにリチウム系でなるべくお安いものを買われたい、で集めてみようかってなった場合ですね、バッテリーはスティックタイプのニセルバッテリーですね、だいたい容量が2000から3000ぐらいのリチウムポリマーバッテリーで、市場価格おそらく2000円では買えないですけど3000円ぐらいから買えると思います。で、G4 さんから出てる G4
G4 ですね、マルチチャージャーっていうのがあるんですけど、ちょっとお見せしますね。これです、これです。これが定価ですね、4900円税抜き、おそらく市場価格、まあ、定価で終わりになってる場合ところも当然たくさんありますけども、まあ、お安いところ探したりすると、まあ、税込みで4000円ぐらいから買える可能性がありますね。そうなってくると、これね、充電電流が最大4アンペアできます。4アンペアっていうことは、まあ本当はね、あの3000ミリアンペアアワーの容量のバッテリーであれば3アンペアで充電するのは推奨ですね。これですと4アンペアまでいけるので、4000のバッテリーまで、まあある程度快適に充電できるって思っておいていただければいいかなと思います。でこれが、まあ、リチウム入門の、まあ、一番安いところかなと私は思いますね。で、まあ、こちらもおすすめです。でうちもね、店頭在庫で置いてありますし、本当に初心者さんでイニシャルコストを少しでも下げたいって方にはおすすめしてます。まあ、AC でね、コンセントからいけますし、まあ、バランス充電ももちろんできますし、リチウム関係ですね、リポ、リフェ、リチウムハイボルテージ、そしてなんとニッケル水素までいけます。ですのでこちらが、まあ、今メーカーの保証ですね、まあ、保証といいますか、保証があるかちょっとあるかちょっと忘れましたけど、まあ、困った時にサポートしてもらったり、修理対応、まあ、修理はできないかもしれないですけど、まあ、何らかの形で対応していただけるメーカーさんということであれば、これが一番個人的にはおすすめとなっています。で実はこれが市場価格、まあ、4000から4500円ぐらいじゃないかなと予想するんですけど、なんと市場価格6000円ぐらいになるんですが、このグレードのもう一個上ですね、この GMA465 っていうジホスさんがあるんです。これがね、定価が6900円、実売が、まあ、お安く買えるとこだとおそらく6000円ちょっとぐらいでいけるんじゃ、買えるんじゃないかなと思います。で、まあ、定価で言っても7000円ぐらいでいけますよねって考えると、でこれでなんと充電電流は6アンペアの最大の充電ができますし、まあ、もうちょっと機能的にはいろいろと多機能なものになってきますし、実は世の中にある1万円までで買えるクラスの充電器ですと、もうほとんど制御的にはほぼ一緒だと思ってください。まあ、多少メーカーによって差はあったり、もうちょっと良かったりもしますね、1万ぐらい出したりするとなんですけど、まあ、概ねもうね、充電器としてはこんなもんですし、まあ、なんなら別にこの充電器で、あのね、全日本とかでもね出てもね、特に遜色はないと思います。そのぐらいのもう機能がすでにあるんですね。それが先ほど私がおすすめした4000円ぐらいの充電器からあと2000円足すと、まあ、これも変えてしまう、まあ、これも、ね、あのニッケル水素、あとニッカドもいけるし、なんと鉛電池ね、あの車のもあんまりやらない方がいいかどうか分かんないですけど、一応できると、うん、まあ、いろんな充電器できて一気に多機能になって、あと本格的に競技とかサーキット走行とか、もうちょっとこうどんどんハマってきても、まあ、これがあればね、しばらくは全然問題なくいけますので、個人的にはこの充電器がおすすめです。まあ、他にもね、同じような価格帯、ハイテクさんであったり、まあ、イーグル模型であったり、あとどこだったっけな、まあ、好きなメーカーとか、あの手に入りやすさとかを考えていただいて選んでいただいていいと思いますけど、もうちょっと進んでみるんであれば、私はお値段的にも性能的にもこちらがおすすめとなってますね。 GMA465 です。初心者さんね、これから始められるという方、まあ、分からないことだらけだと思います。私なりにですね、まあ、なるべくそういった方のこうものを選ぶヒントに、ね、得られるお話ができるといいなと思っておりますので、また素朴なご質問とでも結構です、ありましたらご質問いただければ精一杯お答えさせていただきます。
それでは今日のお話ですね、もしよろしければ高評価お願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。